はい、どうも、わだつです。今日は2019年の2月の19日、22時43分です。忙しい。2月やばいよ、本当に。パッツパツですね。こんなにハードに、いろんなことをやってるのは、久々ですね。時間に追われていて、充実をしてますよ。僕は下手なサラリーマンとかより全然忙しいぞ。配信業やっと帰宅ですね。お疲れ様です。皆さんももうお仕事終わって家にいるかと思うんで、一緒にまったり過ごしましょう。いやー、シルバーと映画と捨て頃と、あとまあ雑談いろいろありますが、風邪ひいたかもしれないんだよね、風邪を。なんかちょっと体調悪い。もしかしたら俺風邪ひいたかもしれない。いやー、もう毎日毎日ね、目まぐるしくね、過ごしてるんで、大変ですよ。ほんとね、忙しいんですよ。ほんとに忙しくて。今日も8時間ね、シルバーの作業してたけど、花火一発だぜ。これ参っちゃうよね。やっぱあれだね、作業配信だとアイテム上がらないね。閲覧はあってもコメントでも、やっぱり難しいなって両立するのは。かといって配信回さないのもどうかと思うし、難しいところだよな。まあまあ、もしよかったらお気持ち、アイテムいただけると嬉しいんで助けてください。皆さんどうですか？忙しく過ごされてますか？皆さんは。いや、愛子ちゃんにちょっと申し訳ないことしたな。もうちょっと盛り上げてあげたかったな。プレミアムリスマン狙ってるの。今日ね、また慎吾さんが一昨日やった、トム・ソーヤ池上さんとのね、やつやってたみたいだけど、あれ、見たかったな。慎吾さんの枠見たかったな。なんか車でね、ずっとうろうろしてて 1時間半ぐらい俺の家の周りをぐる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 回ってたね。あれ面白かったな、ちょっと。俺はね、シルバーのスタジオの方にいたから、家の近くにはいなかったから、コメントだけで、なんで僕の家の周りうろうろしてるんですかっていうコメントは書いたけど。まあ、寝る前のね、チルアウトができたらいいなと思ってます。疲れた。いや、でもね、愛子ちゃんが来るっていうおかげで、部屋の中きれいにすることができたからよかったよ。今日はスプーンで食べる焼き芋、安納芋を食べたいと思います。ローソンで売ってました。スプーンついてないけど スプーンで食べるんじゃないの、これ。こういう風になってる。スプーンがないな。取ってくるわ。シルバーね、だいぶ前に進んだよ。もうシルバー立ち上げてから1年半ぐらい経ってるけど、まだ作品ができてないけど、前に前に進んでますね。形にしたいね、シルバー。誰か買ってくんねえかね。まあ問い合わせが1件来てて、たまたま、あ、うまいこれ。タムタムが買ってくれるって言ってるけど、あんまシルバーアクセサリーとかみんな興味ないのかな。あ、これ美味しい。
甘い、しみる。これは美味しいわ。でもなんか慎吾さんとコラボしてよかったなって本当思ったね。すげえ勉強になることがいくつかあって、なんかこうやっぱ大手配信者と配信すると気づきがあってよかったよ。勉強になった、慎吾さんのおかげで。あんなにね配信が楽しかったのは何年、半年ぶりぐらいかな。わあ配信楽しいっていう。くっそつまんなかったかんね最近。なんか仕事みたいになってて配信自体が。でも最近はすげえ楽しいな。慎吾さんとコラボさせてもらってよかった。元気出た。やっぱね、大手さんに定期的に会った方がさ、こう刺激になるんだよね。考え方とか、なんて言うんだろう。考え方もやっぱ違うし、過疎は過疎の考え方してるし、中堅は中堅の考え方してるし、大手の人はやっぱ大手の考え方してるんだよね。自然と。それがね、すごい良かったよ。あ、自分がダメだったところに気がついたっていうかさ、あ、こういうところを変えていこうっていうような気づきがたくさんあったな。あと自分のやるべきことと自分の求められてる役割っていうのかな、いろんなもんが見えたかな。あ、今金梅さんといるんだ、慎吾さん。いい流れじゃん、金梅さんでやってんだね。プレミアムリストはどうだ。ああ、そうだそうだ、ニコ生じゃない、ふわっちの皆さんありがとうございます。おかげさまでね、リスワン1位久々に撮りました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。プレミアムリスワンね。
ありがとう。あ、プレミアムリスワンじゃない、リスワンの方いただきました。1万円入りました。入金されました。ありがとうございます。嬉しいよね。自分も爆投げ欲しいっつって。雑誌買ったんだよな。レンズの雑誌買ったんだけど、まだ読んでないんだよな。あと、ビデオサロン2月号買ったね。ビデオサロン2月号。時間があるときゆっくり読書でもしたいな。配信者で本業でやってる人って、プライベートの時間うまく使ってんの、あれ羨ましいよな。よっさんは毎日パチンコ屋さんに行ってて、なんかその大手さんって2時間とか4時間とかでスパッとやめたりするじゃん。あれができないんだよね、怖くて。やっぱさ、本業を持ってて1日4時間ぐらいやるっていうのが理想の生き方だよね、配信を。配信毎日10時間とかやるの、やるとプライベートの時間がどんどんなくなるから、その辺やっぱ時間のコントロール下手だなとか思って。でも24時間垂れ流してたいし、難しいよな。プライベートをなくしてずっと配信やってたいっていう気持ちと、プライベートの時間が欲しいっていう気持ちと、2つあるんだよね。不思議だよな。どっちを優先すればいいんだろう、俺は。なかなかうまくいかないよな。はい、こんばんは。忙しいよ。こんなにスケジュール埋まってる月初めてかもしんない。すごいよ。毎日暇だ暇だって言ってるのが、いや、忙しくて嬉しいんだけどね。もう今年勝負だなって思ってて、人生のターニングポイントになる年に絶対なると思ってるから、すごい。コラボ、配信も忙しい、シルバーも忙しい、映像制作も忙しい、
で、撮影の現場も何個も入らせてもらってて、配信でしょ？プライベートの配信。で、コラボでしょ？シルバーでしょ？映画の方でしょ？で、映像のお仕事でしょ？ 5 個のそれぞれのスケジュールがパツ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 埋まっていって、そう、ステゴロもあるでしょ？ステゴロのトレーニングも。だからね、本当にね、こんなに、なんか部屋の中でダラダラしてるだけだろうって思われてるけど、パッツパツだよ、本当に。わ、もうなんか、なんでこんなに忙しいんだろうって思うぐらい忙しいもんね。癒されたいよ、癒しが欲しいよ、癒しが。こう、なんつうの、自分の時間みたいなものが全くないね。今その話してて、自分の時間みたいなものをみんなどうやって折り合いつけてるんだろうっていうか、予算だったらスロットやって夜4時間配信するとかだからいいかもしんないけど、俺苦手なのね、タイムスケジュール。でももう入れざるを得なくなってるね、超苦手。いやもうやらないとダメっていう状態、やらざるを得なくなる。マネージャーが欲しいよ、本当に。マネージメントしてくれる人、本当欲しいぐらい。やばい。まあ、たくみさんがいるんだけど、たくみさん今 YouTube の動画班になっちゃってるから、どちらかというと決まった時間に起きれて、決まった時間に今日何がありますよってやってくれるような、テキパキ動ける人が欲しいかな。プライベートの時間も作ろう、1日2時間でも3時間でも。なんかね、ダメだ、なんかダメだ今は。あ、安納芋のね、食べる焼き芋みたいなやつだったね。食べる焼き芋みたいな。うまかった。これは当たりだったね。めちゃくちゃ美味しかったね。まあ、安納芋自体がスペック高えかな。めちゃくちゃ面白いかな。プリンみたいな、なんつうんだろう。スイートポテトとプリンの中間、プリン寄りみたいなやつをね。なんかまた来てるな。DM？ なんだろう。愛子さんとのコラボ楽しかった。もう少しね、盛り上げてあげたかったかな。ちょっと、あれは、ちょっと自分の中では申し訳ないなっていうのがあったね。もうちょっと盛り上げてあげたらよかったのにっていう。ちょっとね、不甲斐なかった。まあ、忙しいからしょうがなかったんだけど、もうワンチャンあると思ったけど。
ね、いろんな人とコラボしていきたいね。監督以外の人が座ることで照明の感じがよく分かった。ああ、まあまあ、照明大事、照明大事って最近よく言ってるけど、伝わった？いや、写真のカメラよりも照明ですよ、やっぱり。おい、ワードツー。照明ですよ、映像は。まあでも、iPhone、LINE 来た。ポスト不在通知届いてる。ちょっともう無理、今日は。 もう無理、家から出れない。明日また言って。いや、もう疲れた、ほんと。8時間シルバーやってないよ。おい、タムワドツー。お疲れちゃん。お疲れ、お疲れ。今日もシルバーずっと作ってたよ。今日もシルバーずっと作ってた。ああ、ゆあちゃんお疲れ。
お疲れっす、よいこさん。お疲れっす。気合い入れていきましょう。あ、LINE 送っておきましたよ、よいこさん。なんだっけ、スケジュール26のやつ。よろしくお願いします。いや、大忙しだよ、ほんと。多忙多忙。本当にやばい。さっきも言ったんだけど、生主でしょ？捨て頃でしょ？コラボ、もう4、5個やってるでしょ？弾丸塾でしょ？シルバーでしょ？映画の練習でしょ？とか。あとカメラの、まあ、お仕事させてもらってるから、7個ぐらいをパッツパツに入ってて、頭おかしくなりそうだよ、本当に。誰か助けてよ。はいはい、妻夫木どつ。逆に12時間寝すぎて作れた。あ、いいじゃん、いいじゃん。寝れるとき寝た方がいいよ。最近妻夫木見ない。なんだろうね。いや、タバコ吸ってないとやってらんないよ。お、ツイキャス、もしよかったらお茶爆よろしくお願いします。今日花火一発しかもらえてなくて、8時間放送やってるんで大赤字なんで、皆さんも花火ください。お茶爆ください。ちょっと本当に助けて。マジで破産するよ、このままだったら。破産しちゃう。ヤバタンね、ヤバタン。はい、わざつ。やっと家に着いて。作業枠はダメだね。作業枠ダメだね。まあ、いや、続けるけど。もう喋り、ありがとう！お茶爆ありがとう、ボン！お茶爆50いただきました。ありがとうございます。ありがとう。助かります。ありがとうございます。収入、貴重な収入源だからね。ありがとうね、ボン。助かるよ。作業枠人気ないよね。残念だけどね。まあ、しょうがないよな。もっと喋らないと。ありがとう！ハンバーガーありがとう！サンキューメタロさん。ありがとうございます。助かります。はい、お帰り。 でもね、本当にね、ショップ構えたいんだよ、ゆくゆくは。ショップを、スタジオ兼、X さんのスタジオ兼で、スタジオがあって、ショップになってるみたいな。半分スタジオで、もうシルバーの作業。ありがとう、ゆあちゃん。花火ありがとう、ゆあちゃん。助かります。ありがとう。よいしょ。ちょっと待ってね。LINE がピコンピコン。ちょっと。ごめんなさいね。ごめんなさいね。皆さん、すいません、すいません。何の話だっけ？いや。あれなんだよな。何の話だっけ？いや、忙しいんだよ。本当に頭回んなくて。で、何の話する？ 何の話しようか。 あ、ごめんね、頭回ってない。何について語ろうか。まあ、忙しい。まあまあ、じゃあ、忙しいついでに言ったら、その弾丸塾のプロデューサーさんと、まあ、よく、それこそ配信外で過ごすことが多いんだけど、あ、ショップの話か。ショップの話に戻そう、じゃあ。まあ、弾丸塾のプロデューサーさんとよく
プライベートでご飯食べます、でこれで終わり、さよならさよなら段感塾。でショップシルバーの方に頭切り替えるね。じゃあでシルバーやってるんだけど、俺が一個そのシルバーでビジョンとしてあるのが、まあ小さくてもいいからあのお店をね持ちたいので、お店よりも実は俺は重要だと思ってるのが、そのスタジオ工場を作るっていうことがあって、でそこでそのなんていうのかな、お金がちゃんと回るっていう仕組みを作りたくて、かつそのシルバーがね販売できるっていうような仕組みを模索してて、多分ありがとうございます、花火ありがとう、クール花火ありがとうございます、助かります、花火散髪ありがとう。でその俺は正直、俺個人としてはシルバー和道っていうものはその商品数少なくていいと思ってるの。それこそまあ自分のライフスタイルは崩すつもりないから、そう3年にこう一作品とか2年に一作品作っていって、なんかこう販売していくみたいな、そういう感じでやっていきたいのね。そうだけど、そのなんだろう、よいこさんはもうシルバーその専門でもう17からやってるんだよ。プロなわけじゃん。だからそこでそのずっとシルバーを作ってっていう、逆にねもうそのそういうものでその自分の作品とよいこさんの作品とあと仕入れてくる物販とかも売れたらいいなとか思ってるけどね、うん、まあでも3年から5年かかるかなとか思ってて、いやいや工場持ってるわけじゃない、今の工場スタジオっていうのはそのあのよいこさんのスタジオだから、あれはだけどそれをそのままショップ兼工場に移転したいっていうのは俺はあるかな。だからそれはそのシルバーの売り上げの中から確保していきたいなっていう、うん、思ってるかな。だから日常のライフスタイルみたいなものは配信でずっとこういう風にやっていって、でそのなんつうんだろう、作品として作っていくっていうアートの活動っていうのは、そのなんだろう、シルバーと映画と写真とっていうので、俺はもうブン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 動き回ってないの、いろんなことをマルチにやっていきたいからさ。そうそうそう、だけどそのなんだろう、いろんなことがやりたくて、そうそうそう、うん、あハイパーメディアクリエイターみたいなもんですよ、高城剛みたいな、まあ、まあまあ生き生きはしてるっていうかね、楽しいよ、すごくすごく楽しい。でさあ、まあシルバー好きな人とかだったら、まあさっきかそってたからかそってたしコメントなかったけど、さらっとさ、よいこさんが話してたけどさ、元ほらゴローズっていう、その日本で一番有名な日本初のシルバーブランドゴローズってみんな聞いたことあると思うけど、まあゴローさんの話とかもさっきなってたじゃん。であれさらっと聞いてるけど、あのゴローズのそのゴローさんのプライベートの話とかってね、シルバー好きな人だったら雑誌とかにも載ってないね、メディアとかにも載ってないリアルな情報が聞けるわけじゃん。だからすごいね、価値のあるね話とかだともう聞けると思うし、そうそう、でまあいやいや、もちろん X さんの機材そのままポンって移転するっていう感じなんだけど、その全部つながってると思ってて俺は。でそのよいこさんがこれから展開させていくシルバーの構想とかも全部お手伝いできる部分はお手伝いさせてもらいたいと思ってるから、そういう部分も含めていろいろやっていこうとは思ってるんだけど、そう、ありがとう、パフェ3つありがとう、ゆあちゃんありがとう。シルバーアクセサリーは大変、いやあのね、ツイッターには載せないかな。あのね、
そのね、やっぱね、面白いなって思うんだけど、やっぱ引き寄せの法則じゃないけど、俺ね、よい子さんの作り方、よい子さんの持ってるものと自分が持ってるものが噛み合ってるし、やりたいことが噛み合ってて、すごい、やっぱ放送でもともとよい子さんずっと見てくれてるから、俺のこと分かってるわけよ、完全に。で、やっぱ奇跡的だよね。じゃあ言うとするなら、シルバーの、例えば、こういうものであったり、リングであったりとか、こういうシルバーのブレスレット、これでもかなりでかい方、これ沖縄でいくらで買ったかな、6万で買ったんだけど、これでもね、これでもかなりでかい方だと思うの。これでもかなりでかいでしょ。でもこれって実は分解してるパーツで、この1個の唐辛子みたいな爪みたいなやつを全部つないでいってるの分かる？だからパーツ1個としてはこんなもんなのよ。これくらいの大きさでしょ？だからリングの大きさもこれくらいでしょ？ゴールドとかシルバーって。でしょ？だからでかい、相当でかいシルバーでも多分みんなこれでもでかいって思うでしょ。これでかなりでかいシルバーだと思うんだよ、首元にあったら。でしょ？これよりでかいんだよ。これどういうことかっていうと、シルバーのその問屋さんにも俺何回も行ってんの、そのよい子さんと。よい子さんはずっとプロだからずっとやってるわけじゃん。だけどその機械とかその道具とか全部揃ってんだよ。揃ってるんだけど、俺が作りたいシルバーがそんなの想定してないのよ、シルバー業界が。わ かる？要はシルバーはこういうもんとか、これくらいのもんとか、これくらいの大きさで作るもんって言って業者さんは作ってきてるわけじゃん。だけど俺が無茶なこと言って、こんなの売りたく、まあこれは気に入ってるけど、こういうちまちましたものを自分のブランドで出したくないっつって、見たことないような大きさで、見たことないような目立つものを作りたいっていうのが俺のコンセプトなのよ。例えばさ、思いっきりでかいシルバーとか、それ重たくないの？みたいな、笑うぐらいでかいのとかつけてたら面白いじゃん。何それ？みたいな。あ、これシルバーなんだよっていうのをやりたいから、だから、機械とかが売ってないのよ、機械とかが、こことかのね、あ、そういうのも作りたいんだけど、ないのよ。だから、今日、東急ハンズに行って何をやったかっていうと、なんて言うんだろう、機械の型よりもでかくてって。で、さらに言うと、ロストワックス製法って言って、本来は、ワックスって言って石鹸みたいなやつを削り出して作るのね、プロの人は。で、俺、ロストワックス製法が苦手っていうか、ワックス削るなんてやったことなかったし、ずっとやってたんだけど、もう無理だわって言って、途中まで半年ぐらい作ってたやつを、これもうちまちましてて無理だわって言ったら、どうするってなった時に、俺粘土で作りたいって言ったの。粘土だったら手でこねられるじゃん。そしたら、やってみようって言ってくれんのよ、よい子さんは。面白いでしょ？いいよ、やってみようって。失敗するかもしれないけど、なんとかするよって言って。で、今のやつは粘土で作ってんの、あれ。樹脂粘土で作ってて。で、もうあんなバカでかく作っちゃったわけよ、こんな大きさで。で、それ用に今度東急ハンズでどうやって作るかって2人でずっと見て、店員さんに聞いて、で、ゴム型っていうのを切るんだけど、ゴムの素材とかも一個一個検討して、じゃあこれでいこうみたいな、そういうことをやってるんだよ今。だから何て言えばいいのかな、本当にあれですよ、世の中に1個しかないもの。しかもね、簡単に簡略化して作ることは実はそんなに難しくないのよ。ぶっちゃけの話、1ヶ月でそれっぽいものをそれっぽく出すことはできなくはないの。だけど、よい子さんとずっとこだわりがあって、本当に1から0から和道が作ったものをリスナーさんとかに届けようっていう、もしくは自分で身につけようっていうのがコンセプトだから、なんていうのかな、面白いよ本当に。だから俺のむちゃくちゃなそのアイディアを具現化しようとする作業だから、そう、逆に言ったら手間暇をめちゃめちゃかけてるのよ。うん、
だから完成が早く楽しみだよね。完成が。もう身につけるものをかっこいいものに変えていきたいのね。自分が気に入るものに変えていきたいけど、まあさっきもその話したんだけど、これを作ってるわけよ。まあ俺チェーンも作るんだけど、次回作は。このチェーンがダサすぎるから。これを作ってんの。これをかっこいいの見たことある？みんな、これ。カラビナ。これデザイン性の高いカラビナとか見たことないじゃん。で、シルバーで2個3個ネットで検索すると出てくるんだけど、ちょろっとしたシルバーなのよ。これの形をしてシルバーって。そう、カラビナを作ってるんだけど、これをもうシルバーアクセサリーで作るっていう。もう完全にかっこいいこれを作るって。でさ、これだったらさ、俺は鍵をつけたり財布のチェーンにしてるんだけど、別に財布のチェーンにしなくていいんだよ。なんていうのかな。いや、でも、この形でしょ？ゆうあちゃん。俺が言ってる意味が違うと思う。シルバーで見たことあっても、この形でしょ？この形でしょ？に、なんか模様が入ってたりとか、ちょろっと変形してるぐらい。違うの？俺、このデザインが嫌なの。これがダサすぎると思ってんの。そう。だから、今作ってるもの全然違うものなんだけど、これを俺がかっこいいと思うものにしようと思ってて。だけど、シルバージュエリーを作る人の中で、これを作ろうって考える人、あんまりいないわけじゃん。まあ、中にはいるんだけど。そう。これだったらさ、例えば、リスナーさんでも家の鍵とかさ、フックに引っ掛けておいてもいいし、車のね、キーホルダーにしてもいいし、汎用性高いじゃん。別にこれだけを相馬つけててもいいし、こうやって、腰ベルトに。そう、身につけるアクセサリーっていうか、アクセサリーっていうか、俺自身を形態してほしいっていうか、俺の考え方とか、俺のライフスタイルとか、俺自身をみんなのどこかに、カバンとかフックに引っ掛けてもいいし、そう、ライフスタイルを買ってもらいたいんだよな、俺は。S 字のカラビナもあるあるある。両側にフックがついてる。そう。それはね、Y 字？ Y 字はあんま見たことない。あ、ミッキーマウスみたいなのあるね。そう。で、これはね、よい子さんと話したんだけど、俺、プラクルアンだって言ってんの。プラクルアンってあんま聞いたことないと思うんだけど、これなの。これが、タイのお守りで、プラクルアンっていう、お守りなの、これ。プラクルアン。これもプラクルアンっていうお守りなのね。これ、何なのかっていうと、みんなからすると、仏像っていうふうに思うでしょ。違うの、プラクルアンって。プラクルアンはタイ仏教国なんだけど、こういうのを首ネックレスで下げてんの。アクセサリーとして。車のお守り、車のキーホルダーとか、車にやったり壁に貼ったり、身にバーって身につけてんだよ、これ。タイに旅行したことある人だったら見たことあるでしょ。で、プラクルアンっていうのは、これは真鍮でできたり、銀でできてたり、銅でできてたり、いろんな種類があるの。もしくは木のかけらでできてたり、粘土でできてたりとか、いろんなプラクルアンがあるの。で、プラクルアンってこれ仏像なんだけど、何なのかっていうと、お坊さんが彫ってるの。お坊さんが削って彫ってるの。で、お坊さんに寄付をしたりとか、お参りにすると、お守りとしてもらえるの。プラクルアンって。プラクルアンで検索すると、タイの人ネックレスいっぱいつけてたって思い出すよ。これをプラスチックのケースに入れて首に下げてるはず。プラクルアン。そう。で、プラクルアンって買ったらダメなの。買うっていう概念じゃないの。お坊さんからその人に向けてお守りとして渡すんだよ。お守りとして渡す。だから誰かに売るとか買うとか本来はいけないことなの。プレゼントするのはいいの。大切な人にっていう。で、面白いのが、プラクルアンで数千万とかいう世界なの。1個、これとか、日本円で言うと10円とか100円とかでも売ってるんだけど、要は、徳の高いお坊さんとかが作る、もう亡くなった、本当にすごいプラクルアンとかが、数千万とかで売ってるのよ。本当は転売ダメなんだけど。そう。だから、それが俺にとっての、なんていうのかな。
和道のカラビナじゃないんだよって、俺自身なんだよこいつはって、新しく作ってるやつは俺の分身なの、俺が念を込めて作ってるんだよ、こねたり切ったり焼いたり溶かしたり。そうだから俺のライフスタイルに共感してくれたら、まあ手に入れてくれって言ってんだけど、で売るっていう概念があんま好きじゃなくて、そのもう一つのコンセプトが売るじゃなくて商品じゃないんだっていう、作品なんだっていうことを言ってて、初見さんいらっしゃい。俺はアーティストでいたいんですよ。ふわっちもやってるよ、同時に。もしよかったら好きな方選んでね。俺自身は、作品を作ってるのであって、商品、売り物を作ってる感覚が嫌なんだよ。で、ああ、来てくれてありがとう。楽しんでて。で、なんで、作品だって言ってるか、商品じゃないかって。要はね、俺が欲しいものっていうのは、俺が買えないものだから。買えないから作ってるんだよっていう。売ってたら買うからって。誰も作ってないからって。俺が欲しいもの、俺の頭の中にあるかっこいいもの。売ってたら買うじゃん。カメラとか、このプルームテックとかコップとか。売ってたら買えばいい。それは商品。俺も手に入れるから。で、自分で作ろうとは思わない。でも、俺は、これがかっこいいのがない、かっこいいのがない、便利なのがない、俺が求めてるものがない。じゃあ作る。作品でしょ？だから、買うじゃなくて手に入れるっていうか。だから、例えば友達とかが、それ、何かっこいいじゃん、どこで売ってんの？って。売ってないよって、俺作ったんだよって。ってなった時に、どうしても欲しいってなったら、それ、いくらかで売ってくれない？って。いくらだったら作ってくれるの？って。これが本当の交易なんだよ。価値と価値の交換。それがどうしても欲しい。君の作ったそれがどうしても欲しい。それをいくらで譲ってくれんの？って。そこで、逆にいくらで買うの？って。こういう話し合いを楽しみたい。これ作家性があるわけじゃん。だから俺は値段いくらなんですかって決まってないっていう。逆にいくらだったらいいのって。だからそれこそシルバーで、俺はシルバーでこれをつけようと思ってるんだけど、例えばそれ100万出しても欲しいっていう人が仮にいたとしてね。おい、100万全然いいよって。でもちょっと待ってって俺言うの。100万だと正直俺が儲かりすぎると。でも100万出してくれんでしょって。いや、俺はその価値があると思う。例えば提案なんだけど、プラチナで作るとか、ゴールドで作るとか、ピンクゴールド好きとかもできるのよ。面白くない？世界で1個のその人が欲しいと思って、さらに、なんつうの、いいものができる。例えば、いや、貧乏だけど、ワドどうしても欲しいと。シルバーワドの、カラビナ、めっちゃ欲しいと。ただ俺貧乏なんだよって。あ、そうなんだって。教えてくれてありがとうっつって。じゃあ提案なんだけど、いくら出せるっつって。いや、ごめんって。数万円しか出せないって。だったら他の金属で作ったら安く作れるから、それそうするとかさ、そういうのをやりたいのよ俺は。商売じゃなくて、価値と価値が結びついて、そいつが何者で、貧乏でも金持ちでもいい。でも、俺が作ったものを欲しいって言ってくれてありがとねっつって。だったら俺から代案でこうするよって。で、金持ってるんだったら高く作りますよって。ゴールドにしたらね、金の担保もあるし、歩く財産身につけるのかっこいいっすよねとか。そういうことがやりたいんだよね。ありがとう、ありがとう。いや、あんま褒めても何も出ないからね。だから作品を作る。だから、例えば、商品って何なのかっつったら、お店で売って値札が貼ってあるものなのよ。でもね、美術館とか、まあいいや、じゃあ街でストリートで歩いてて、すげえかっこいい絵描くなって。すいませんって。これ何なんですかって。あなたが描いた絵なんですかって。ああ、僕描いたんですよって。これめっちゃ部屋に飾りたいんですけど、譲っていただけませんかって。本当ですかって。いくらで買ってくれるんですかっつって。いや、私いくらで買いたいっつって。で、それが価値と価値の交換じゃん、本来の。俺はそういうことがやりたい。要はね、セブンイレブンとかね、ファミリーマートとか、ローソンとかいいよ。スーパーマーケットいいよ。ただ、俺は、値札が貼られたものしか買わないっていう文化、もうダサいと思ってて、それはそれでいいの。それはそれであって、便利だから。楽だから。だけど、
そうじゃなくて、その作ったりとか直したりとか交換したりとかっていう経済もあるでしょって、そういう価値観もあるんじゃないのって。で、今の子供が今の日本に生まれたらそういうことを学ばないわけじゃん。えって、お金じゃなくても経済って回るんだって、お金じゃなくても価値って交換できるんだって、そういうこと。お金はあくまで紙なのよ。価値の間に入るものでしょ。本来は価値と価値っていうのは、例えばだから良い子さんとシルバー作ってるけど、良い子さんと俺お金のやり取りしたこと一回もないのよ。俺はシルバー作りたいっていうのと、良い子さんは和道にシルバー機材ね、提供させたらこいつがどんな面白いことやるのか見てみたい。だからお金挟んでないでしょ。スタジオいくらで貸してやるよって言われたことないよ。あれも持ってけ、これも持ってけ。お前どんどんシルバー作れ。お前面白い。お前やれやれ。全部貸してやる。スタジオも使っていいよ、ただで。放送回しなよ。そう。でしょ？これ価値と価値じゃん。面白いじゃん。そういうことがやりたいんだよね。なんていうのかな。なんだろう。わかんないけど。そのお金じゃないとつながってない関係ってすごく薄っぺらい、すごくくだらない。それ仕事でしょって、あなたが言ってるの仕事ですよねって。そう、シルバーのジュエリー、ブランド立ち上げたくてね、今日8時間シルバー作ってきたんだけど、もうすぐもう完成しそうだから、今作品の予約を受け付けてるんだけど、そのシルバーに対する思いみたいなものを語っていて今。で、もともとね、何がきっかけだったかっていうと、2年前に俺がシルバー、これを買ったんですよ、沖縄で。捨て頃の癒し、沖縄に旅行してる時に、これを6万円で買ったの。そしたら、リスナーがバカにしたのよ。あ、こっちじゃない、バカにされたのは、こっち。これを10万円分ぐらい好きだったのね、かっこいいから記念に買うわ、っつって、これを買ったの。で、これを首に下げてたら。そしたら、パチモンパチモンってみんな言ったの。要は、ゴローズっていうブランドがあって、俺はゴローズ知らなかったのよ。で、これは無名の誰かが作ったアートなんだけど、俺はこの羽のパタパタがかっこいいと思って買ったんだけど、こうやってつけてると、ゴローズにパクリに見えると。要は、ゴローズのパクリつけてるって、リスナーにみんなにバカにされたの。で、よい子さんはリスナーでずっと俺のこと見てるから、俺がシルバー好きだっていうのをその時に知ったんだけど、イライラすると。その和道は好きなものを身につけてるだけなのに、なんかゴローズのパクリをつけてるとか、和道は五郎さんのこと知らないのにってイライラしてて、で、俺がぼやいたの。なんで好きなものを身につけてるだけでこんな叩かれねえといけないんだよって。俺が買いたいと思って買ったんだよ。俺がかっこいいと思って買ったんだよって。ゴローズなんて知らねえよっつって。で、頭きたから、俺いつかお前らに悔しいからシルバーブランド立ち上げてやるわって。俺、子供の頃からそのシルバー作りたかったんだよねみたいなことをぼやいたら、よい子さんがそれを聞いてて、リスナーで。で、その日に電話かかってきて、放送外で。で、俺普段ね、配信し、リスナーさんの電話出ないのよ。いきなりかかってくるから。で、電話出たら、「はい、もしもし」っつったら、「あ、よい子ですけど」っつって、「ああ、どうもいつもコメントありがとうございます、はじめまして」ってなって、で、「和道くん、今から来て、今から来て、和道ちゃん」何言ってるか分かんないじゃん。は じめましてだよ、こっちは。だけど、向こうはなんか、いつもコメント書いてくれてね、よくしてくれてるから、よい子さんが、「いや、ワドちゃん、ちょっと、変な話じゃないから来て、家近いから、分かった」っつって。で、俺普段さ、そういうのって、放送で、なんか変なのに絡まれたよっつって、めんどくせえっつって、ディスって終わるんだけど、よい子さんのコメントを見てて、なんか悪意を持ってそういうことされたことが一回もないし、ちょっと行ってみるかっていう、なんかいい予感がしたから行ったら、シルバーの機材ブワーってあって、俺、五郎さんと会ったことあるし、五郎ずーとちょっとね、間接的に関わり合って、五郎さんに何回も会ってるしって。で、和道くん、シルバー作りたいんでしょって、ブランド立ち上げたいって言ったよねって。あれ本当？って言うと、本気です、っつって、分かったっつったら、引き出しから何からゴソ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 やって
そう、なんか機材詰めて、これ持って帰って、これで全部でシルバー作れるからっつって、え、作り方わかんないんですけどっつった、うん、ワド君ならできる、なんかわかんなくなったら電話してっつって、そっからが始まるよ。面白いでしょ。いや、ワドちゃんは気合でなんとかできるから、わからなくなったら電話かけたら全部教えるから、とにかく作ってきてって。だから何にも知らないけど全部道具化してる。それがさ、工具箱や、あそこにある。そうそうそう。そうそうそう。ねえ、面白いよね。そうそう、素敵な人だよね。で、俺は、洋子さんが言ってくれたのが、シルバーワードを見てみたいって。そう。やってよって。見てみたい、俺はって。そっからの出会いの。そうそう。いや、ワドちゃんの言ってる通りだよって。作りたいものを作ればいいんだよって。身につけるだけだよって。ブランドなんて関係ないよって。それは2年前だね。2年前だね。まあ1年ちょっとか。まあ約2年前。それくらいだね。もうずーっと、実は古いリスナーさんなんだよ。最高でしょ？俺のリスナーとして古いわけじゃなくて、俺はまあリスナーとしては2、3年なんだけど、なんていうのかな。ニコ生時代から見てる人なのよ。要はシルバーを家で作りながらずっと、まあ他の放送、生主の放送、ラジオで聞いてるっていうね。ネットでワズさんの、いや、今作ってる最中だから、見れない。まあ、近々完成するから、楽しみにしてて。もしよかったらフォローして。今日もずっとスタジオで配信してたんだけど。器用って言われるんだけどね、俺はね、そこあんまり売りにしてないのよ、実は。自分の器用さっていうのは、俺はデメリットじゃなくて武器だと思って。アイテムありがとう。アイテムありがとうね。俺ね、実はね、器用さっていうのはね、あんまり自分の武器だと思ってなくて、俺にとって、俺の一番の強みっていうのは、まず一つ目。人との運が半端じゃなくいいの。出会う人、みんな力を持ってて、みんないい人なの。だから、人運っていうのかな。人との出会いに関する運勢っていうのは振り切ってる、俺は。もうこれはね、天性のもの。もう子供の頃からそうなの。いい人と出会う。で、いい人に助けてもらえる。おー、よしくん、お疲れ。よしくん、青。本当にもう超バッタバタ。超バッタバタだけど、アホ。それこそヨシ君だって、これから映画一緒に作るメンバーだよ。ドラマが始まってるんだよ。俺の作る映画の、あれ、撮影監督だから。あ、いいよ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 。俺もバッタバタ。本当に。バッタバタだけど、もうヨシ君今入ってもらわないとまずい状態になってるから、どっかで時間作って。2月までパツパツだから、俺。3月に会おう。絶対。地方ばっかだ。そっかそっか。まあいいや。お互いどっかで時間作ろう。必ず。いい、全然いい、全然いい、全然いい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。謝らないで。謝る関係嫌だから。絶対作るから。一緒によし君と。で、まあ、よし君も俺が映画作りたいって言った時に、俺、映像業界もずっとやってるんで、一緒に作りたいって言ってくれて、そう。よし君とのドラマも始まってるわけじゃん。そう。よし君に紹介したい人もいっぱいいるからさ。どっかで時間作ろう。もし、スケジュールよし君の中で空きが出たら LINE ちょうだい。謝らないでね。全然 OK だから。全然 OK だから。で、分かってる分かってる。大丈夫よ。絶対俺もやるから。一緒に作ろう。俺も全然、あの時会った時より全然会話できるようになってるから、腕も上げてるから。素敵な出会いよ。そう、本当に素敵な出会い。で、なんていうのかな。何の話だっけ。まあ、人の運が半端じゃないっていう。で、器用さっていうよりも、俺はただ自由に生きたいだけなの。一回きりの人生だから。金運はない。俺、金銭運は全くない。そこはデメリットだね、俺の。金運は昔からないの。ただ、人との出会いが半端じゃないから、そこでカバーできるの。っていう部分と、俺はね、やる気。
実を言うとね、一回やるって決めたらしぶといの。飽きるまでやるの。自分が飽きるまで絶対粘着するタイプなのね。だそこが武器だと思ってるの、俺は。自分自身の諦めないっていう、人よりも熱っこいっていうか、しつこいんだよ性格的に。そうそうそう、あー楽しみだな、ワクワクする。で30代忙しくしようと思って、今年が俺はターニングポイントだと思ってて、自分の人生今後どうなるか決まる年だっていう、最後だよね、集大成というか、ここで頑張らないともう40代50代はないと思ってて、でガキの頃から俺は40代かっこいい大人になるっていうのが目的だったから、40代に最高のかっこいい自分を手に入れてるのが目的で頑張ってたから、そう30代までは捨てるっていう、39歳までは学びで、40歳からはわがままに生きるって決めてて、だから俺あれでしょ、礼儀正しくて絵に描いたような好青年なのはそういう心構えだからなんだよ生意気さのかけらもないでしょ俺。絵に描いたような謙虚な男だからね、そうそう。でもね、不思議なのがね、やっぱね、みんな40代の人なんだよね。いろいろ俺を導いてくれるのが、10歳上ぐらいの人なんだよね。あ、でも、そうでもないか。今映像を教えてくれてる先生は、同い年だから。資金はね、俺ね、ぶっちゃけた話ね、ホームレス経験してるじゃん、3回も。過集中できるっていうか、俺ほらアスペルガーと ADHD の併発型で過集中が子供の頃から持ってるから、それは昔から、おいっす、お疲れ様です、ふつふつ来るっていうか、まあ俺はパッションって呼んでんだけど、そう、俺の中にはパッションがあるんだよね。そう、俺のパッションをリッスンしてください。だからなんだろう、ほら一回だけの人生じゃん、泣いても笑っても。絶対に平等なのは、絶対にここにいる全員、いろんな人がいる、イケメンもいる、ブサイクもいる、美女もいる、ブスもいる、賢もいる、アホもいるね、目が離れてるやつもいる、目が寄ってるやつもいるんだよ、いろんな人がここにいるわけじゃんね。だけど絶対絶対に平等なことがある、死ぬんだよ俺らは。俺らは100年後絶対に生きてないんだよ。で死ぬ時はね、絶対来るわけじゃん。子供の頃俺は死ぬなんて考えてなかったよ。永遠に生きるような感覚で生きてた。でももう33で66で死ぬとしたらもう半分終わってるんだよ。一回しかないんだよ、みんな。生まれ変わりなんかないから、絶対ないから、で一回しかない、その一回しかないのをどうやって過ごすのか、自分でしょ。そう思わない？やりたいことあったのに、あの時こうすればよかった、お金がないから、学がないから、奥さんがいるから、子供がいるから、なんとかだ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 から、言い訳なんかいらないよ。一回しかないんだもん自分の人生。俺はやりたいことやるよ悪いけど迷惑かけまくるよ、みんなを頼るよ、助けてもらうよ、やりたいことやりますよ僕は、でしょ、やるべきこともやるよ、もちろんもちろんもちろん、やるべきこともやるけど、基本的にはいつも言ってるけれども、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたいの。それ以外のことは俺はいらないので、何が嬉しいかっていうと、2月すごい忙しいよ、全部が全部忙しい、でも全てが好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけできてんの。それでパツパツに埋まってるわけよ。で正直言ったら金には全然なってない、金にはなってない、でも顔を見たらわかるでしょ、楽しいの、疲れるよ、
疲れるけど、すごく充実はしてる。うん。ありがとう、コンティニューコイン、ありがとう。そう。そう。だから、言い訳、場所が地方だからとか、年齢が若いから、年取ってるからとか、嫁がいる、子供がいるとか、学歴が低いとか、貧乏だからとか、時間がないからとか、いや、みんなそうでしょって。いやいや、みんなそうだからって。みんなそうなんだよ。全人類が。うん。生まれた時からみんな同じなの。で、一回しかない人生をどうやって、いや、嫁がいるからできないじゃなくて、嫁と結婚したのお前が選んだことでしょうって。子供も作ったのもお前が選んだことでしょうって。仕事をするって決めたのもお前が選んだことでしょうって。それ言い訳にしたらダメなんだよって。そう思わない？いや、やりたいことやってんだからって、自信持てよって。もしモテない生き方をしてるんだったら、そんなことやめろよって。ね、お前がいなくなって困るようなことじゃないと、それは仕事って呼べないんだよって。お前がいなかったら、明日会社が回るんだったら、お前は働いてないんだよって。お前にしかできないことがお前の仕事なの。外国人労働者とか、明日アルバイトが入れ替わったりとか、コンピューターだったり AI が来た時に、ね、お前いらないって言われるのは、お前がやるべきことじゃないんだよ。お前がいないと回らないことをお前がやるべきなんだよ。って俺は自分に言い聞かせてんの。そう。だから俺はアルバイトやらないんだよ。だって俺じゃなくても回るもん。いっぱいいるもん、やる人。うん。コンピューターとか AI とか機械とかがやってくれること、他の人がやってくれることは、俺がやる必要なんて全くないんだよ。だから言い続けてんだよ。俺は自分の仕事は俺がやりたいことだって。そう。俺は映画作りたい。シルバー作りたい。生活保護の人助けたい。でも、生活保護に関しては小川さんが俺の上位互換で、俺が信頼できる人がいるから、俺は生活保護やめた。小川さんに頼った方がいいよって言ってる。ね。YouTube やりたい。動画作りたい。映画作りたい。シルバー作りたい。で、全部中途半端とか言われてるけど、何がいけないのって。何がいけないのって。俺やりたいことやってるだけだよって。誰の邪魔もしてないし、誰の権利も侵害してないよって。自分で責任取ってるんだぜって。応援してもらってね、何がいけないんだよって。みんなをワクワクさせたいだけなんだよって。その代わり全部見せてるわけじゃん。シルバーでね、つまんない配信かもしんないけど、工場で、よい子さんとシコシコノコギリで切ってる動画とかさ、全部見せてるよって。後ろめたさなんか何にもないよ、俺は。やりたいことやって何が悪いんだよ、つって。もし、だから一緒にやりたかったら、ね、一緒にシルバー作るって。一緒に映画作らないって。役者やりたいんだったら、俺の映画出てみないって。その代わり金じゃないよって。儲かったらみんなで山分けっていうのが俺のスタイルなの。だけど、気持ちと労力はタダで提供してねって。一緒に飯代ぐらいは出す。顎足代っつうか、足代は出ないけど、飯代は俺が出すよ。俺が言い出したことだから。なんとかしてかき集めて、弁当代ぐらいは出すけど、交通費とか労力とかに対して給料出るんですかって、バカ野郎。じゃあお前アルバイトやってこいよって。だって金が欲しいんだったら、他に金稼げる場所あんだから、くだらねえ仕事やってこいよって。そうじゃなくて、お前が本当にクリエイティブで、お前にしかできないことがあるんだったら、お前稼げるからって、俺に力貸せよって。みんなで作品作って儲かるのを証明しようぜって。全員で山分けだよ。それで面白くない？そう。面白いでしょ？そう。だから、シルバーも儲かったら、ね、よい子さんとスタジオ構えて、ショップ構えて、山分けしようぜって、仲間たちで。で、映画もそうだよ。全部そうだよ。それでいいじゃん。なんかね、金で揉めるほどくだらないものはないし、金金っていうやつにろくなやついないね。33年間生きてきて。金が目的だったら他行けって思うね。そういうくだらないことは俺やってないからっていう。金を奪いに来たりとか、俺から搾取しに来るんじゃなくて、俺と一緒にね、作品を作りに来るんだったら、とことんやろうぜっていう。で、本当にその作品が素晴らしいんだったら、金なんて勝手に生まれるから。絶対生まれるから。でしょ？俺はそう思うよ。正直。
作るね、作ることが重要なことであって、俺ら死ぬんだよ。だから記録を残さないといけない、形を残さないといけないの、次の世代に。生きた証を残さないといけないの。そう、だからそれがシルバーなのか映画なのかっていうさ、ログを残してる。だからいつも言ってんの、俺の墓場は YouTube にあるからって。 YouTube の Google サーバーあるだろって、あそこに動画カチカチってクリックしたらこの音声が100年後も聞けるんだよ。みんなのコメントが見れるんだよ。ログを残してるの、爪痕を残してるの。だから俺は物理的な石のお墓なんかいらないの。そう、俺の話が聞きたくなったら、わかんないよ、100年後の未来聞いてるかもしんないよ、ワド2ってね、今書いてるかもしんないよ。それでいいじゃん、お墓参りは。だからもしよかったらみんな買ってね、買ってねっつうか手に入れてね、俺のアイテム、俺の作ったアイテム、ぶら下げて腰に、お守りだから。いや、魂こもってればいいと思うよ、物理的な意思でも。俺は正直墓石見て魂こもってるように見えねえな、うん、ただの四角いお漬物石みたいに見えるな、うん、魂込めて掘ってるんだったらかっこいいと思うけどね、そんな感じはしないな。あんなね、石の縦長のものが200万300万するのはちょっと俺は納得いかないな、うん、かっこよくないよね、うん、前時代的だよね。まあなんだろう、うん、だからほらネットで出会った中だから地方の人とかもいるけど、なんかこう元気与えるこうね、アイテムになればいいなって。こう辛い時とかこうね、物だったら触れるから、触るってすごい大事なことだからね。そう、だから俺がこうやって触ってるわけじゃん、何百時間何万時間とこう触りながら作ってるわけだから、触ったら多分ね、俺と同じ気持ちわかるはずだよ。うん、そうそうそう、気持ちだよね、やっぱね、念だよね、心だよね、うん、来月転職で不安があるんだけど心の救いを与えてください。いつも不安だから、あのマウイワウイね、こう言ってるけれども、俺はいつもカイジだって言ってんの。ブレイブメンロード、もう鉄骨、もうすっごい高い高層ビルに鉄骨引いて、足の踏み場一歩しかない中で風がビュンビュン吹いて落ちたら絶対死ぬ中で、うわーって言いながら生きてんの。不安じゃない日なんか一日もない。俺今日8時間放送して、ね、8時間放送して花火、祖祖からもらった花火一発だったの。マウイワウイ。それで俺このテンションで喋ってんだよ。これどういうことかっていうと、ふわっちの延長代、4時間枠やったら350円なんだよ。ね、2回やってんだよ、8時間枠やってるから。ね、700円かかってんだよ。祖祖から一発花火もらって200円マイナスなの。ね、わかる？わかる？ブレイブメンロードの怖い死ぬって風がーって言ってんの。そう。でも、ダメなやつはそのまま死ぬんだよ。不安に飲まれたら。うん、俺は、マイナス200円とかデータだと思ってるから、全然怖くないの。ホームレスやってるから、本当に死ぬか生きるかやってるから。うん、飯食ってれば生きていけんだよ。俺はあんな紙に振り回されないから。金に振り回されないから。そう、もう自分の心に振り回されないから大丈夫。そう、ここにいるみんな不安持ってるから。で、不安っていうのは自分が作ってる。あ、じゃあね、俺があのすごくね参考になったユダヤ人の言葉ね、恐怖の数よりね、恐怖の数よりね、危険の数の方がはるかに多い、うん、あ、違う、恐怖の数の方が危険の数より、違う、もう一回いこうか、恐怖の数の方が
危険の数よりもはるかに勝るだ。要は恐怖の数の方が多いんだよっていうことを言ってんの。恐怖の数の方が多い。危険なことよりも。みんな自分の人生振り返ってみて、不安だったり恐怖だったこと、要は恐れたことって何回もあるでしょ。でも本当に危険だったことってある？ほとんどないはずなの。なんでかっていうと、みんな生きてるから、今生きてるから危険じゃない証拠なの、生きてるっていうことは。つまり恐怖だって感じてるものは何なのかっていうと、自分の妄想なの。希望もそうなんだよ。希望もそうなんだけど、恐怖っていうのは自分が作り出した幻影なの、実は。そう。だからそんなものを振り払った方がいいよ。何の役にも立たないから。ただ、本当の危険とは向き合わないといけないけどね。本当に危険なこととはしっかりと向き合わないといけない。だけど、恐怖っていうのは妄想だから。ほっとけばいい、そんな。自分の心が弱いだけ。年取ってきたら怖くなくなるから。うん、あー、リスマンね。ありがとうね。そう。不安の9割、9割どころか 99% だよ。うん。そう。生きてるだけで幸せとは言わない。不幸な人もいる。うん。ただ、世の中には、あれだから、あのね、なんて言うのかな。生きてるだけで幸せっていうか、それは価値観だから。あの、よく言うんだけど、天国も地獄もこの世だと思ってんの。俺は。天使も悪魔も人間のことだと思ってんの。つまり、天国、この同じ世界に生きてて、天国に生きてるやつと地獄に生きてるやつ、悪魔のやつと天使のやつがいる。実は別の世界を俺らは生きてるの。全くね。そう。だから、その、自分がなりたい自分になればいいじゃんっていうことを俺は常に提唱してるかな。今の自分は過去の自分が求めた自分だから。そう。俺は中学2年生の時になりたかった自分、リーバイスのジーパン履いてるんだ、俺。そう。リーバイスのジーパン4本持ってるんだ。遊んでるだけで生活できるんだ。夢みたいだろ。でも俺はそこを裏切らなかったから。中学2年生の時決めたんだよね。俺は遊んで暮らすって。うん、バカみたいに嘘みたいな遊んで暮らすって。ありがとう！ニンニー花火ありがとう！リスワンおめえと花火ありがとう！ねえ、ありがとうありがとうニンニー。あざーす、うん。そう。だって冷静に考えたら嘘みたいだろ。だってふわっちなかったんだよ。ふわっちなかったんだよ。放送で食うって言ったらニコ生の時笑われたんだよ、俺。バカだ。絶対無理だ。100% 無理だって何千人に言われたんだよ。今できてるじゃん。今できてるじゃん。できてますけど？うん。マルーン花火ありがとう。サンキュー。ありがとうございます。そう。俺は勝ったんだよ。できない、できない、できない。お前には無理だ。どうやって稼ぐんだ。小じきじゃねえか。そんな時代は来ない。配信で飯が食えるわけがない。全部俺の勝ちだよ。みんなやめてったよね。でも俺は絶対来るって。こういう時代来るって。俺が作るって言って。うん。その時にふわっちと出会ったの。うん。来たよ。俺の勝ちだよ。俺は諦めなかったから。うん。そう。諦めなかったら勝つんだよ。神様を屈服させる作業だから。俺はやるよ。だからシルバーも絶対作る。映画も絶対作る。そう。仲間になるなら今だよ。うん。来い。一緒にやろう。うん。一緒に作ろう。うん。そう。もし賛同してくれるんだったら応援してって。フォローしてって。うん。一緒に見届けてって。うん。一緒に楽しもうって。それがスタイル。俺は生主じゃない。そう、ワド監督っていうライフスタイルだから、概念だから、そう、共有してって、うん、俺は生主じゃない。生放送はただのツールだから、俺っていう生き様を映してるだけ。そう、協力して、一緒に楽しもう。一回生きれの人生。俺らがこうやって今会話したり出会ってるっていうことがどれだけ奇跡なのか。うん。人間が自分としての DNA を引き継ぐ確率ってパーツパーミリオンっていう確率の世界なのね。パーツパーミリオン。飛行機が墜落するようなレベルじゃない。
自分が自分として生まれる確率、DNA の結合の話ね。自分が生まれただけでまず超宝くじ当たるどころの話じゃない。奇跡なの。で、今度、人類っていうのはずーっと生命がいろんなことを繰り返して、ずーっと進化してきたわけでしょ。地球が生まれて膨大な時間が経ってる。宇宙が生まれて膨大な時間が経ってる。で、たった100年未満しか生きないんだよ、俺ら。昔だったら30年とか50年とかでしょ。俺らこうやってすれ違ってるの。さらに奇跡なんだよ。それをいがみ合ったり、悪口言ったりとか、蹴落としたりとか、ね、嫉妬したりとか、くだらなくない？楽しんだ方がいいでしょ？一回きりしかなくて奇跡が連続して起こってるんだよ。そう思わない？好きな人と一緒にいた方がよくない？好きなことをやった方がよくない？好きな場所にいた方がよくない？好きな時間を過ごした方がよくない？好きなだけやった方がよくない？いつも言ってるでしょ？好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるべきなんだよ。そう。でしょ？そう。それで、よし君は、たまたま偶然、なんか映画の話してる、変な、金髪で、寄り目で、なんか、うさんくせえやついるなぁ、つって。ちょっと聞いてみるか、つったら、あ、なんか変だけど、なんか面白そうだなぁ。あ、映画作る作る。カメラマンやります。はい、撮影監督。ね。あ、シルバー作りたいなぁ。なんだこいつ、って。シルバーやったことあんの、つったら、ないって。何言ってんだこいつ、って。でも俺ブランド立ち上げたいんだよね、つって。何言ってんだ、俺シルバー20年やってるけど、こいつ頭おかしいなぁ、つって。今から家来いよ、って。はい、シルバーブランドって。面白いじゃん。でしょ？ネットで世界中の人とつながれるんだよ。ねえ、くだらないこと言ってる場合じゃないよ、本当に。無理だとか、ダメだとか。ねえ、バカバカしいよ、本当に。そうだよ。出会ってるだけで奇跡なんだよ。その出会った奇跡を、無下にするのか、足下にして、ね、縁を切っていくのか、それを最高の奇跡の出会いに変えるのかは自分次第だよ。俺はだから出会った人全部と楽しく過ごしたいと思ってるね。楽しくね。オフラインもオンラインも関係ないから、俺らつながってるから。お風呂上がりに雪見大福が美味しい。はいはい。カレー王さんいらっしゃい。でしょ？もうくだらないことはいらない。ネガティブなことはいらない。なんでネガティブな感情が起こるかって言ったら、人間が頭がいいから。これね、頭がいいから不安になるんだよ。弊害なの。なんで人間ってさ、人間ってゴリラよりもパワーないでしょ？チーターよりも速く走れないでしょ？犬よりも速く走れないんだよ。持久力もない。攻撃力もない。なんで人間が食物連鎖の頂点に立ったのかって言ったら、頭がいいからでしょ？で、なんで頭が良かったか、なんで生き延びたか、なんで一番になれたか、なんで脳が進化したのかって。弱いからだよ。臆病だから。俺ら卑怯者の末裔なんだよ。戦わないの。平和を愛してるの。だから逃げるの。ね。そう。いいんだよ。戦わなくて。逃げていいんだよ。逃げて生き残って何百年も逃げ続けて、何百年も姑息な手段を取って、何百年もずっとそうやって脈々と受け継がれてたのは俺らなんだから。それは悪く言うと、ね、卑怯なやり方だよね。集団でマンモスとかに槍投げたりとか、集団で囲い込んで罠に仕掛けたりとかした末裔なんだから、どんぐり拾ったり。でも、いい意味で言ったら平和を愛する心でしょ？でしょ？そう。争わない。そう。パワーもないし、足も速くないし、持久力もないし。だけど、だからこそてっぺん取れたんだよ。何も考えない方が幸せ。俺はそうは思わない。考えることと悩むことをごっちゃにしてる時期が俺にはあったの。考えてるふりしてるんだ。頭は使ってるの。でも、その頭を使ってる時に、ね、不安とか恐怖とかに頭を使うと、これは悩みっていうの。だけど、ポジティブに未来を見据えて、希望を持って考えると、これは考える。think だよね。そう。だから、同じ頭を使うでも、ネガティブに
ベクトルがネガティブな方に行ってるのか、ポジティブな方に向かってるのかで、頭の使い方、要は不安って不安なこと考えても何にもならない。何にも起こらない。不安は不安を呼ぶだけ。うん。でも、ポジティブに考えなよ。うまく、どうやったらうまくできるのか、どうやったら成長できるのか、どうやったら可能性が上がるのか、どうやったらワクワクするのか、ドキドキするのか、楽しめるのかって考えてごらんよ。うまくいく確率上がるでしょ。だから楽しめばいいんだよ。ただ単に。そう。そう、俺は最強じゃないって言ってんの。敵がいないだけだよって。そう。誰も敵じゃないって。自分のやりたいことやってるだけ。うん。そう。病気だよ、病気。病気。そう。ポジティブとかネガティブすらもない。やりたいことを直感でワクワクすることを探してるの。もう今考えすらしない。うん。わかるでしょ。考えてない。感じてるだけなの。表現してるだけなの。うん。もう脳と言葉がリンクしてるの。湧き上がってくる心だけで喋ってるの。いらない。考える必要ない。ワクワクすることだけやってりゃいいんだよ。楽しいことだけやってりゃいいんだよ。でしょ？うん。それだけでいいじゃん。不安なこと考えてても、なんか胃が痛くなったり、寝つけなかったりとか、イライラしたりとかさ、嫌になったりするだけじゃない？楽しいの？そんな生き方して。楽しくねえじゃん。でしょ？だったら俺は楽しいことをずっとひたすらやり続けたいけどね。うん。それでいいんじゃないっていうふうに思うけど、うん、悩みがない人なんかいないよ。俺になって悩みはあるよ。考えても仕方ないっつってんの。俺は悩みを取っといてるから、うん、悩みをこねくり回さないって言ってんの。俺にも悩みはあるよ。でも悩みを大切に自分の中に内包させてんの。悩みを大きくしたりする必要もない。悩みを消そうとしても意味ない。悩んでいいじゃん。悩み取っといてるから。うん。どうしようもない人もだって悩んだって。うん。誰か解決してくれ、誰かが解決してくれるから。うん。悩みなんてここにいる全員持ってるよ。何かしらのコンプレックス持ってるよ。でしょ？悩まない人なんかいないよ。取っときゃいいじゃん、その悩み。うん。ねえ。うん。どうもしなくていいんだよ。悩まない人間なんかいないんだよ。そんなね、悟り澄まして仏の道歩んでるわけじゃねえんだから、俺らは。なあ、 いるこん中に。俺は涅槃だって、ニルバーナだっていう人いない。いないでしょ。いなくない、ただ、俺、楽しいっていう言葉とか、ワクワクするとか、ドキドキするとか、興奮するとか、愛し合うとか、いい酒飲むとか、そういうポジティブな感情は、ね、楽しいって言葉使うけど、楽はしようと思ってないから。ここ誤解しないでね。俺、ズルしようとか、楽しようとか、一切ないから。めちゃめちゃ頑張るから。うん。自分のやりたいことは全力でやるから。そこは誤解しないでねって。楽しようとは思ってないよって。あ、悟りって何？言葉じゃないけれども、言葉で言うのであれば、正しく物事を感じれる人だよね。正しくフラットに世の中の物事を見れる人だよ。うん、ありがとう、クール花火三発ありがとうございます。金魚姫さんから三発花火いただきました。あざっす、ありがとう、ありがとう。映画の勉強してるね、めちゃめちゃしてるね。うん、やってるよ。めちゃくちゃやってるよ。うん、だって今コメント書いてくるよしくんはあれだよ、撮影監督だよ。やってるやってる、めちゃくちゃやってるよ。うん、まあ多分あれじゃないの、映像関係のことだったら生主雑談、まあ普通の配信の中で一番詳しいんじゃないの俺が。うん、自信あるよ。めちゃくちゃ自信あるね。
悟りっていうのはだから世の中の現象を偏見、色眼鏡を見たりフィルターをかけたりしないでフラットに物事を考えれる人だよ。そう、今書いてるよし君の撮影監督、うん、そう、そう、そう、カメラと撮影の主権を握ってるんだ。そう、俺は作品に関しては自分でこだわるけれども、カメラのこととか映像のことはもうヨシ君と徹底的にすり合わせて、徹底的にこういう絵を撮ろうって、ヨシ君のこういう絵が撮りたい、こういう技術を使いたい、この機材でこう撮りたいんだって、俺はこうでこうでこうでって二人で話してこれだって言ってもう全部任せる、よし頼むってそう、俺が持ってる知識とヨシ君が生きてきた俺の33年間とヨシ君の全ての技術がぴったしカンカンになった時によし任せた、そう、じゃあ俺は他のことを専念するからって、それが撮影監督だから、俺は撮影のことを気にしなくて済むんだよ。一個問題がクリアした、うん、クラッカーありがとう、サンキュー、うん、だから悩む必要なんてないよ、大丈夫だ、みんな苦しいから。で、苦しい苦しいっていう集団と、苦しいの忘れよう、あ、苦しいのは一旦置いといて毎日頑張ろうっていう集団、どっちが強いかだよね、うん、ここにいる全員がさ苦しい話でどうすんのっていうつまんねえから、つまんねえからここに来てんだろって、退屈だからここに来てんだろって、俺は少なくとも退屈だからこういうことやってんだけどね、クソつまんねえから、だって何もしなかったら何も起こらないからね、誰かが楽しくしてくれるわけないじゃん、うん、自分がやるんだよ、うん、自分が動くんだよ、そう、うん、そう、自分で変えるの。よくね話すのがね、子供の頃思い出してほしいんだけれども、子供の頃、今冷静に考えたらだよ、はい、あのかけっこ、あ、鬼ごっこやったことある人、鬼ごっこやったことある人手を挙げてください。鬼ごっこってどういうルールかっていうと、二人から参加ができるんですよ。で、一人は鬼を追いかける人、鬼、じゃあ鬼から逃げる人と鬼っていう、要は逃げる人と追いかける人で、ルールは簡単、触ったらいい、走るわけでしょ。子供の頃思い出して、めちゃくちゃ楽しくなかった？めちゃくちゃ楽しかったでしょ。で、今冷静に考えて、本気で走ってないでしょ。本気で鬼ごっこが楽しいと思えないでしょ。今度時間があったら子供を見て、何かシンプルな遊びやってる、ケンケンパなのかあやとりなのか野球なのかサッカーなのか、なんだかわかんないけど、鬼ごっこかもしれない、縄跳びかもしれない、でも楽しそうにやってるから、で、その時に見てほしい、なんで楽しそうにやってるのかよく観察して、全力でやってるからなの。全力で子供って逃げるので、全力で追いかけるの、全力で生きてないんだって今。だからつまんねえんだよ、だから退屈なんだよ、だから自分のやってることをワクワクしないの。全力で何でもいい、今やってる仕事でもいい、何でもいい、恋愛でもいい、家事でもいい、子育てでもいい、仕事でもいい、アルバイトでもいいんだよ、リスナーでもいい、何かを全力でやってごらん、ぐっすり寝れるから、悩んでる暇ないよ、うん、鬼ごっこやってる時に子供がうわーって走って逃げてる時に、ちょっと待ってよ、僕今こんなことやってる場合じゃないんだよな、もうすぐ3学期が、はあ、宿題をやらないと、田中くんと鬼ごっこやってる場合じゃないよ、期末テストのこと忘れてたとか、嫌でしょ、考えてないでしょ、考えるのはだいたい全力でやってないやつが悩むんだよ、そうでしょ、だから子供は悟ってるんだって、ニルバーナなんだよ、うん、楽しんでるから純粋に、うん、何かを全力でやればいいよ、何かをやるべきことを、そうで、やるべきことじゃないこと、要は誰かがやって回るようなことは誰かにやらせときゃいいんだよ回るんだからでしょ、うん、全力疾走してたらすっきりできるんだ、うん、恋愛も育児も仕事もバイトも勉強も、俺は勉強ダメだったけど、遊びも飯食うのも作るのも、うん、
トイレを掃除するのも。そう。そう。子供の心でやるっていうこと、バカになるってことは大事なの。賢いことは実は、いいことではない。あの、バカになること、バカ力も必要なんだよ。鈍感になることも。もちろん、全力で頭使うことも必要だけど、あの、頭がいいか悪いかと、心が成熟してるか、心のコントロールがうまいか、また別問題なのね。だから、そう、メンタルを整えるということもまた重要なことなんだよ。その、美味しくリラックスする、深い呼吸をする、睡眠をぐっすりとるとか、それは人によるけれども、その恋人と過ごす、映画を見る、配信を見る、いろんなリラックスがある。でも、その、忘れないでほしいのは、その、ここにいるみんな苦しいし、みんな悩みを持ってるし、みんな大変だし、みんな裕福じゃないし、うまくいってる人はいるよ。そう。でも俺自身がまず全然うまくいってないから。まず。俺が求めてるところ、はるか遠いところに少し見えてきたけど。そう。でも俺は、この心っていうのをホームレスで路上で忘れてなかったからね。漫画喫茶で泣きながらこう言い聞かせたから。で、少なくとも、マウイワウイの今の不安は、漫画喫茶でね、2ヶ月半牢屋の中にいて、急に執行猶予だって言って、その後半年間ホームレスだったり漫画喫茶になって、もう生きてるの辛い、死にたいって言って、死ぬことをネットで満喫で検索してた俺よりもはるかに楽なはずなの。で、この俺が言ってるんだから絶対大丈夫。その不安は絶対乗り越えられる不安だから。そんな不安放置してても絶対生きていけるから。大丈夫。そう。俺が言うんだから間違いない。死の淵まで見てるから大丈夫、絶対大丈夫。ん？え？ドアガチャって言ったけど誰もいないんだけど。誰？え？今ドアガチャって言ったよね。また？誰もいないんだけど怖っ。ドアガチャって言ったよね。え？なんか変なの呼んだみたいだな。怖えわ。俺が今一番不安だか。不安になったわ。何？なんで誰もいないのにドアがガチャガチャ言うの？一気に萎えたわ。なんか呼び込んだか俺。聞こえなかった。なんかポジティブな何かを呼び込んでしまったのかもしれない。まあ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 、一回きりの人生楽しみましょう。なんだろう、統合失調症出てんのかな俺。あのね、ほら、沖縄半分血が入ってるでしょ。だからばあちゃんも沖縄、母ちゃんも沖縄でしょ。で、母方家系だからさ、沖縄の言葉にいい言葉があるよ。なんくるないさーって。なんくるないさーっていう言葉、俺沖縄の言葉で一番好きな言葉なのね。なんでもないよとかそういう意味なの。なんでもないよとか、そういうニュアンスかな。なんくるないさーって。で、あんまりこっちでは使わない言葉じゃん。何でもないよみたいな、ドンウォーリーみたいな感じなのかな、ニュアンス的には。でもあんまり使わない。なんとかなるよとか、大丈夫だよって励ます時に使う言葉なんだけど、なんくるないさって。ね、後で調べてみるといいけど。でもね、沖縄っていうのはね、悲劇の国なんだよ。
歴史上琉球王国っていうのは中国がね近くにあって、日本も近くにあって、ね薩摩に侵略されたりとか中国に侵略されたり、それこそね第二次世界大戦では最悪の白兵戦って言われて、40何日間島のね何分の1が死んじゃうっていうぐらい悲劇の国の、ずっと悲劇の国の楽園なんだけど、沖縄っていう国は、琉球王国は何かがあって大変な国民だったから、ナンクルナイサーっていう言葉が生まれたと思うの。ナンクルナイサーっていう思想が生まれたと思うのね。だから辛い時はナンクルナイサーって言ってればいいよ。ナンクルナイサーって。なるようになるから、なるようになるから、どうにかなる。長い目で見ればね。あとね、目先のこと考えない方がいいよ。年齢マウイワウイがいくつか分かんないけど、悪いやつは10年後、悪いことやってるやつ、ずるしてるやつは10年は続かない。逆に努力をし続けて10年コツ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 努力をし続けてるやつは、ね、積み重ねてるやつは絶対にうまくいく。要はね、明日、来週、1ヶ月後、1年後っていう短いスパンで成果を出そうとしすぎ。俺もそうだった、若い頃。明日うまくいかないかな、1時間後うまくいかないかな、1ヶ月後、1年後うまくいくわけないじゃん。冷静に考えて、絶対にうまくいくわけないじゃん、そんな早く。最低でも3年かかるよ。最低で芽が出始めるの、3年。で、だから、焦らなくていいんだよ。10年後の自分、努力し続けて10年何かをコツコツやってうまくいかないはずがないから。でしょ？そう思わない？10年何かを人一倍？人一倍どころか10倍努力してる人間、絶対卓越するに決まってるじゃん。だから10年後の自分を描いてればいいんじゃないの。俺は完全に40歳の自分考えてるよ、30代入ってる時は。今どうにかなると思ってないけど、もちろん今の課題は今の課題でクリアしていってるよ、ちゃんと。だけど、俺は今40代の自分がどうあるのか、だから今日どうするべきなのか、40歳の自分に聞いてるの。40歳の完璧な自分に聞いてる。あなたは33歳の2月の20日の0時27分に何やってましたかって。そしたら40歳のかっこいい俺が言うんだよ。なんかタリーズ飲んで、なんかリスナーになんか言ってたなって ソファーに座ってうんちく垂れてたぞって。そうですか、じゃあそうしますって なんか偉そうに講釈垂れてたぞお前っつって。あ、そうっすかっつって それでいいんじゃない？その男官塾のプロデューサーさんとよく飯ね、プライベートでお世話になって飯ごちそうになるんだけど、その時にそのプロデューサーさんが教えてくれたの。40歳っていうのは30歳までにやったことのお釣りで40歳50歳ってやっていくんですよって。40歳50歳で新しいこと始める人なんかいないから、もし映画監督、映画を作るっていうことに本当にやるのであれば、30歳にトライした方がいいって。失敗してもいいから作った方がいいって。で、30歳でもし1本でも2本でも作ったら、40歳50歳って必ず続けられるんで、30歳にトライした方がいいですよって教えていただいて、それでそのやろうって決めた。そもそもそのプロデューサーさんが、和藤さんがやってることって配信じゃなくて映画向きですよって言ってくれたのね。配信向きじゃないっていう。映画の方がいいって。絶対その評価が変わるはずだっていう。
やりたいことがずれてるっつうか、表現の場所変えた方がいいですよって言ってもらえて、じゃあ映画でやってみようと思って、うん、そう、うん、ありがとう、うん、耳をね、その人の話を聞くときに目を見なさいって日本人は教わったと思うけど、すごく正しいと思う。聞くっていうのってさ、あの音を受け取るだけじゃないんだよね。耳を傾ける、あの聞くじゃない、傾聴っていう言葉があるんだけど、漢字でね、傾聴っていう言葉ね、これあの先輩に教わった言葉ね、昔、傾聴しなさいって、傾聴っていうのはこうやって書くのね、傾聴、傾けて聞くって書くんだけど、音をただ聞いても意味がないんだよって。その人が何を言おうとしてるのか。言葉っていうのは不完全だけど、俺らはその何かを受け取って共感するために言葉を使ってる。だから一生懸命喋ることも必要なんだけれども、実は共感が生まれるっていうのは、一生懸命伝えようって喋ることと一生懸命聞くことが噛み合ってないとダメなんだよって。だからあの一生懸命喋りながら一生懸命聞いてくれる人がいて初めてコミュニケーションが成り立つんだって。だからもし一生懸命喋る人がいたら、目を見て話を聞きなさいって、耳を傾けなさいって、心を開きなさいって教わった。それで初めて成立するコミュニケーションだから、それをやってお互いが 100% やった時にお互いが共感できるって、それが本当のコミュニケーションなんだよって。でどんだけ一生懸命話しても聞く耳を持ってない人に話しても無駄だからって。その時はあの場所を変えなさいって教わった。あのコミュニケーションが成立しないっていう、うん、少し理解できたらいいんじゃない1% ぐらい、うん、俺は自分が言ってることが正しいとは思ってないから、マウイワウイ にとってね、そう、あの一番正しいことはマウイワウイが実践したことだから、答えは多分自分が持ってるのね。俺はあの何だろう、人に答えを出せるような人間ではないから、自分の経験をシェアすることができる。俺はこう感じてるよ、俺はこういうこと思ったよ、こういうふうに失敗したよ、こういうふうに苦しかったよ、でもこんないいことがあったよ、こんな楽しいことがあったよ、俺はだからこういうふうに考えるんだよっていうことは伝えることはできるの。でもね、あの答えを出すのはさ、マウイワウイ本人でしょ、みんな自身の人生でしょ、自分で決めて自分で行動するわけでしょ、で失敗があって経験があって成功があるわけでしょ。だから俺はシェアはするけど、答えなんか自分が正しいこと言ってるなんて思ったことは一回もないよ。自分の経験をたださらけ出すだけね。だから話半分に聞いてください。はい、じゃあそろそろ寝ます。皆さんたくさんアイテムありがとうございました。もし面白かったなと思う人はフォローしてください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。また明日、おやすみなさい。
somebody, somebody.Somebody.